片方やれば絶対いける。オールコックさえやれば絶対いける。これははい、パンパン、弾がなくなったか。仕方ない。ここはいてて、なんだなんだ、なんか瓶みたいに投げてくんだけど、なんなんだこれ本当に。今です。はい、アストリアがない、危なかった。はい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 、オッケー、いける、致命。よしよしよし、回復して、これ絶対いける。いってってて、ほっ、銃でいける。よし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 、残すは池田お前だけだな。さあ池田お前だけだぞ、どうするんだ。危ない、危ない、うお強え池田、マジで池田やばいな攻撃。ちょ、お前らどうにかしろマジで。あ、くそ、いや取りづれマジで。はい、バキン、あーむず、動きがわかんねえマジで。危ない危ない危ない、ちょ、お前らなんとかしてマジで。いける、はいはいはい、オッケー、ナイスナイスナイス、いいよいいよ、これ美味しいよ、今の今の結構稼いだよ。はいはいはい、いいねいいね、これは取りやすい。いいぞ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 、今度いいぞ。武器がなんか2種類使ってきてんな、サーベルみたいなの使ってる。よし、ここで必殺だ、いけお前ら、ガンガンいけ、ここチャンスだぞ、ここチャンスだぞ。おれおれ、致命取れる、おれ、もう一発、オッケー取れた、よし、お強っ。いや勝てるぞ、俺だって勝てるだろこれ普通に。パーパー、くそ銃で仕留めたがる男。おるや、入ってる入ってる入ってる、あと銃3発あるぞ、いけるんちゃうかこれ銃強、いや池田かっこよ、野蛮人め、池田やっぱこっち側なんだな、欧州側っていうかさ、海外勢の味方をしてんだな。お前、おお、ルカちゃんが喋ってる。これでイギリスを煽る手間が省けた。お、こっち寄りなんだ池田君は一体。いやもうこれさ、まあどう考えても池田がラスボス説あるよな、こんなのも。おお、あ、これ昔のね、池田とルカちゃんの過去ね。おちょっと違くない、うん、同じ目に遭われたルカちゃん、これ、え、黒髪だったの、染めたってこと、どっちがどっちどっちがどっちなんだろう、どっちもおにぎりくんみたいで分かんなかったわ、可愛かったね。いや、燃えましたね、派手にね。ケンジ、これはなんぼなんでも、うん、うわ、笑ってる、上位の呪しだ、めちゃめちゃ笑ってる、始まりの合図に過ぎる、うわ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 、パキリの草か、笑ってるよ、この国の民よ、目覚めよ、うわうわうわ、目覚めよ。ちょっとこいつもなんかあれだね、これじゃいいの赤鬼と変わらんぜ、うん、ちょっとおかしくなってるね少しね。あ、なんだっけ、あの新キャラの二人、長野と長野と石田さあ因縁来ました、誰でしょうか。ああ、こいつらか、山垣伊藤、難易度宵闇でやる浪人、よろしくお願いします。さあやっていきましょう。今日はですね、久々に槍を使っていきます。でね、皆さんもしかしたらね、聞いたこともある、今回はね、流派です、宝蔵院流っていうね、バカボンドっていうね、漫画を読んでた人なんかはね、かなり、まあ、ちょっと知ってるんじゃないかなとね、陰州が使ってたね、流派なんですけど、横投げがね、多い範囲攻撃型のなんか、流派らしいです、これは。で、戦技が今2つありまして、敵の攻撃にこれを合わせると、受けた瞬間、絵でポン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 ってつく戦技ですね。まあ、カウンター技ですね。で、あとは走ってって、飛び越えて攻撃するっていう、こういうね、はい、
ていう戦技が2つあります。その宝蔵院流でね今日遊んでいきたいんですけど、じゃちょうどねここにねうってつけなねプレイヤーがいるんで、これとで戦っていきたいと思います。対ディビアーセさん、はい、対ディビアーセさんとねちょっと手合わせいただきましょうかね。宝蔵院流からのワンチ名失礼します。さあ行きましょう。体験ですね。はい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 、これ合わせてきたね。ポン、あれ今当たってるな、ダメなのかな。銃撃ってきますか。難しいね、銃取るの難しいよね。あ、ハゲが逃げてた。お、ディビアーゼさん、ディビアーゼさん撃たないですかそこ。なぜ、なんでだ。これ取れるか。取れないですね、これさすがに取れないですね。ここ重ねていきたいですね。ディビアーゼさん銃戦ですね。あ、こう行こうか。いいよ、ここで重ねていきたいところ。はい、パン。え、今できてないのこれ。はい、今のミスですね。当たってると思うんだけどな、タイミングが違うのかな。なんかタイミングが違うっぽいですね。ここです。いやー難しい。これこれこれ、はいはい、痛い痛い、これこれこれ、危ない危ない危ない。はい、あージャストタイミング、おお弾かれた。ジャストタイミングなんですね。ジャスガみたいなもんか。はい、こうね、ジャスガで当てる感じね。ほんとパリですねこれは。はい、あ、今のダメ？うっそ、今の完全ジャスガだったけどな。ここ、こうです。いいねいいねいいね。あ、難しいですね。じゃあもう一個の技いきましょう。飛び越えるやつね、いくよ。はいはい、飛び越えて、ズバン、こうですね。走ってって飛び越、当ててからがいいな、当ててからがいいな。これで当てて飛び越えて、あーむずいね、追加入力がむずいですね。はい、当てて飛び越えて、ドーン。はい、やっぱり、あーむずいですね。ジャスガジャスガ、完全ジャスガを狙っていく。なんだなんだそのジャンプ攻撃。はい、ドンドンドン、いいねいいねいいね。パリーは結構ね割と得意な方なんで、あ、これむずい、これむずいな、今の取れない。ああ、これむずい、これ早いな、発生速度が。はい、ここです、ドンドンドン。ああ、いいねいいねいいね、使いやすいぞなかなか。これ宝蔵院流いいですね。そしてつけてなかったボンファイアリット、なんだこのバーチャー。ちょっと見てて見てて、いくよ。ほい、あー椎茸が、ごめんねおばあちゃん、困っちゃうね。じゃあ次は大根だよ。大根ごめんよおばあちゃん、まったく人騒がせな。次は人参いくね。あー人参が、おばあちゃん、おばあちゃん人参がごめん。あー、また人参だよ。すげえこのばあちゃん、無限に野菜を。次は最後は椎茸だよ。ではちょっとね、横浜に戻ってきまして、隠しボスをね、もう一体見つけましたので、ちょっとそいつをね、戦っていきたいと思います。場所はね、まあ皆さんもしかしたら知ってるかもしれませんけど、ここです。これなんていうエリアだか忘れちゃったんだけど、ここのここ。すごいざっくりしてるけど、ここが横浜の拠点ね。ここ、ここ。ここです。さあ、やっていきましょう。多分強えんだろうな、これな。多分隠しボスでしょ、これ。マップに載ってなかった洞窟なんで、1体ね、倒してんですよ。これ、実質2体目なんですけど。あ、結構前にね。え？あ、いるね。結構前に見つけてたんですけど、スルーしてたんですよ。ちょっと、宝蔵院だとね、フリっぽいんで、種田流っていうのに変えてやっていきますね。結構前にもうね、手に入れてた流派。あー、こいつもやりなのか。これちょっとやりづらいっすね。やりだけに。危ない。はい、はい。あー、取りづらいね。なんか黒子みたいな格好してんな。はい、はい。あ、でも結構こいつあれかな。意外と。はい、惜しい。取れるぞ、取れるぞ。はい、惜しい。もう一発、もう一発。はい、残念。こっちも撃つよ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 。そんなことやってると。こっちも撃つよ。はいはい、こっちも撃つよ。こっちも撃つよ。はいはい、こっちも。めっちゃ削った、めっちゃ削った。これ有利っすよ。あー、難しいな、マジ。銃取れねえな。銃パー下手だな、俺。ここオッケー。はい、はい。ほらほら、耐えた、耐えた。耐えた、どうした。やばいよ、マジ。ああ見ないと、ちゃんと見ないですね。いよいよ。はい。あ、惜しいな、今取れちゃったんだけど、すっげえ減るんだけど、あれ。何あの戦技。ここで、はい。
ほいさ、はい、ハリオッケー、ほい、ほい、おしおしおし、やばい、一回逃げた方がいいぞ、回復して、ちょっと待って、見えない見えない見えない、ここ見えないです、見えないです、危なかった、ちょっと見えないって、下来い下来い、広いとこ来い、はいはいはい、しっかり見て、しっかり見ていけばいける、これ意外と宝蔵院のジャスがいけるかな、ジャスが行ってみようか、宝蔵院ジャスが、はい、トントントン、いいよいいよ、おしおしおし、ジャスがいけそうだな、あれここは、はい、ナギ不利だけど、ここはね、やっていきたいですよね、た、はい、これ避けやすいね、あれ、回避でいい気がするな、危ない、あんまね、深く食らうと危ないから、これ避けれる、はい、はい、いよいよいよ宝蔵院で倒せるぞ、これ、はい、あーっと、食らっちまった、回復、いや、いける、こいつはいけるぞ、多分一発で、なんとか、はい、あー、むずい、くそ、はい、避けて、ほい、ほい、はい、スコーン、後ろに避けると危ないね、これね、普通にね、はい、嘘、今ダメ、はい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 、オッケー、ジャスカ、ドンドンドン、いいよいいよいいよ、はい、避けて、はい、もらいました、一撃、オッケー、オッケー、もらった、おっしゃ、無縁の強者、まあまあまあ、こんなもんすね、俺の手にかかったね、あ、もう瞬殺ですよ、3秒ぐらい倒したんじゃない、ほう、ここで寝泊まりしてたのか、意外といい暮らししてないか、なんかお花とか植えちゃってさ、なんか女子らしいことしてたんだな、多分女子だもんね、声がね、開けていきましょうか、 OK、 おーい、もらった、なんかいろいろもらったね、いい感じじゃない、なんと2連チャンでございます。実はもう一つ見つけてあります。こちらです。ここ、なんかね、一エリアに3体いるらしいんだよね。で、これ多分実質3体目。ここです。はい。ね、ここなんてとこなんだろう。こういうね、なんか千葉みたいな形した、全然違うけど、このね、滑空場所があるんですよ、ここに。滑空訓練ぐらい、ま、ちょい左斜め上あたりのここ。池を越えてきた先にあるんですけど、ここですね、ここに隠しボスがいるっぽいので、こいつを今からやっつけていきたいと思います。多分飛び降りるしかないのかな、飛び降りてみるか、わかんないから飛び降りてみよう。どこだ、どっかに、なんか声が聞こえるんだよね、さっきからしゃがんで、どこにいる、あ、この先にいるのかな、すごいね、本が、本とかなんか雑貨が、え、どこにいるの、あ、なんか立ってるやついるわ、あそこにいるいるいる。なんかな、うーんってやってるわ。じゃあ先手必勝じゃない?こんなんね。この本の隙間からさ、これ見える?ここですよ。ここに。当たった?おお、すごいすごいすごい。おお、銃か!銃剣だ!めんどくさ、こいつ。マジかよ。あー、銃剣、強っ!こいつ強っ!あー、強っ!え?強くない?こいつ。めっちゃ強い。こいつはなかなかの強敵ですね、マジで。今までの中で一番強いかも、こいつが。瞬殺されたしな。これ銃撃ってくんじゃね?動き早いしな、なんか微妙に。いったい!危ない!うわぁ!危ねえ!マジ危ない!回復回復回復。回復して。銃撃ってくんですよね、こうやって。うわぁ!やばいやばいやばい。危ない危ない。危ない。危ない危ない、はいはい、やばい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 、消して消してるガチャ、それこいつ強いぞマジで、普通にちょっとね、あんまり走りすぎると取られるから、これちょっと流派かよ、はい、あーぶんで、必ずボーンって撃ってくるね、なんか連続攻撃だったの、やばい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 、はい、いや今取ったぞ、うわ、つえー、こいつ、いやいい夜空だね、なんだか江戸に行ってるらしいね、もしかしたら今度江戸でも会うかもしれないね、武の道は険しいか、そりゃそうだよね、僕もこの金箔の道を始めて早22年、あ、そうそう、最近ね弟子ができたんだよ、なんか妻と子供を
転売しすぎて失ったという男性がね、弟子にしてほしいって僕のとこに来たんだよ。わざわざ YouTube を見たって言ってね、断ったけど。私はね、長くこの道にいますけど、世の中のいろいろな間違いがね、たくさん見えてきたんですよ。大は小を兼ねるというでしょう。あれはね、間違ってるんですよ。中が一番いいんです。女性の体で考えてみなさい。大もいいが、確かに小もいい。だが、中肉中背、中がやはりね、私がね、一番最適解だと思うんですよね。だから大は小を兼ねるとは言いません。大よりも小よりも中が兼ねる。これね、ちゃんと覚えておいてくださいよ。さすがです、先生。あれ、幼馴染喧嘩してるぞ。お、どうした、どうした。お、なんだなんだ、どうしたんだ、幼馴染なのに。あー、なるほどね。倒しちゃいけないのか。ちょっと、なんで、結局幼馴染が、で、邪魔するんじゃねえってくる。じゃあ、いや、無臭流で行くわ。来いよ、ほら。素手で行ったるわ。ほらほら。お前ら嫌いじゃないからな。うん。片方なんか刀みたいなの持ってんぞ。やめとけ、マジで。何してた？おいさ？はい。甘いな、おい。おら。そんなもんか、おい、どうした？はい。おら、おら、おら。ハゲ、こら。鍛錬が足りないんだよ。くそってるか。落ち着け。お前ら仲いい幼なじみだろ。ああ、いや、あれ知り合いだから、ごめんね。みんな迷惑かけて。うん、全然大丈夫、全然大丈夫。うん、クソ雑魚だから、あの二人。うん。普段はね、結構おとなしいんだけどね。どうしちゃったんだろうね。うん。反省しろよ、お前らな。仲いいんだからよ、幼なじみだよ。な。あとでうどんでも二人で食いに行け。おっとっと、しょうもないことで時間を食っちまった。前回ね、まあ、要するに、館を燃やしたんですよ。草加さんたちとね。で、草加さんが、ちょっと目パキリながら、大喜びしてたんですけど、どうやらね、それに対しての打ち上げをやってるらしいんで、それに行こうかと。ただ、龍馬はね、ちょっと乗り気じゃないらしい。やりすぎだって言ってたんでね。私ももうついちょるかな。なんか、宴行くか？入るとするかい。せめて気の強さ、乗り気じゃないんですよ。龍馬はね、ちょっとやりすぎなんじゃないか、あれはっていう感じだったんで。まあ、わかるよ。ちょっと目パキってんもんな、あいつな。調子乗り出してんだと思うぞ、少しな。まだね、筆頭にするにはね、若かったんだと思うんだよな。あれ？ゆきちくん？これゆきちくんじゃないの？おや。ゆきちくんだ。おお。実は江戸に来てたんですね。はい。2回渡り、先日帰国したところなんです。あ、帰国してきたんですか。お帰りなさい。ゆきちくん。誰だお前。忘れる。知ってるよ。知ってる。ノリじゃん、ノリ。ノリ。いやいや、ユキチやでって。そこはね。いや、ユキチやろって、こう、ツッコミが欲しかったの。真面目だなぁ。うん。遊郭は不慣れなんですけどね。お堅いね。酒の魚がてら話せと命じられては、うん。ござるを得ません。なるほどね。費用を出してくれた相手ですから。真面目だな、すべてにおいて。なるほど。勝海舟と飲んでたらしいよ。これなんか話つながっていきそうだね、そのうちね。わかりましたよ。メパキの草館とか行きましょう。我が奥義を見よ。ああ、酔っ払ってる、ほらほら。また。また酔っ払ってるよ、ほら。すんごい酔っ払ってる。ほら、来た来た。君たちからもこの個人に言ってやってくれ。また酔ってるわ。初めて出会った時も酔っ払ってたからな。おお。そうだろう？うん。奥義あったの？もう酔いすぎだ。何を言う？酔っ払ってなどいない。もう帰れ。こいつの知り合いか。すいませんね、うちの桂が。申し訳ない、本当に。すっかり出来上がっちょるの、うん、強くなるとなんか酒でねちょっとね強くなっちゃう気になっちゃう人なんですよこの人、うん、大して強くないんですけどね。行くぞ。我が奥義。もう連れて帰ってくれこれ。お前の好きそうな芸者来てたぞ。すごいよ。こうしてあのほらあの胸でかいの好きじゃんお前。行ってこいよな。ありがとうよ。
は。うん、あの胸フェチだからあいつ。すいませんね、うちのね、申し訳ない。なんぞ、遊郭に宮本男じゃったの。まあ、うん、まあ多分達人だと思う。今後出てくるんでしょ。酒の席ですごいこと言い出したよ。勝海舟を切るって言い出したよ、このメパキの草川。誰だそれは。幕府の中枢を担いつつある男だ。切るのその人を次は。隅田川の花火に出張ってくるという話を。なんか隅田川でね、花火が今度行われるらしい。だまあそこで切りに行くと。成り上がりだと聞くぜ。そんな奴を切って何になる。まあそうだよ。ほっとこうぜ。成り上がりだからこそ侮れないと睨んでいる。なるほど。元より酔っ払いのお前など頼みにしていない。人目を引かぬためにも、答えや人数を絞る。おお、すごいね。今から我らで隅田川に。今から行くの？どうだ。早くないか、ちょっと。ずいぶん急だよそれ。ダメだ。全然言うこと聞かねえ。分かった、力貸すよ。よし。ダメだ。頼むぞ。逃れられんこの席から。坂本さんもいいですね。松陰さんの理想のためなら手を貸して。坂本ちゃん乗り気じゃないから、はっきり言って。善は急げだ。うん。先に行って下見をして。あ、よかったよかったよかった。吾妻橋で落ち合いました。よかったよかった。はい、そういうことです。いやー、なんかあいつきな臭くなってきたな。少しいけるぞいけるぞ、絶対いける絶対いける。ここまで来たんだ、いける、勝てるぞ。うわ、ミスター。今日のクライマックスにこいつはいい、いい料理だぜ。来い。はい、パリしっかり見て。超必殺技そろそろやってくる気がする。はい、ダリー、こいつマジで回復使っとくか。ラスト回復、ラストマヒケン。はい、ゲッオールパー、オッケーオール。やるね。しっかり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 見ていくぞ。ここで負けられない。こいつマジ強い本当に。はい、危ない、オッケー来たー。